もいつもお世話になっております。今回は、グンヒルド・ディルーブラムレイ式のラスボス、セイブ・ザ・クイーンの解説動画になります。また、AOL とエンプティ主催の固定名レジスタンスに、途中から参加させていただきまして、そこでやられていた攻略をベースに、ギミック解説をさせていただきます。まず、基本情報として、マップとマーカーの参考例と特徴や必須ロストアクションをご紹介します。このボスは、フィールドのマス目を利用したギミックや、3ボスのクイーンズガード4体が登場し、そのギミックが複合してくるボスです。必須ロストアクションは、記載したものを用意してください。早速、実際のプレイに行きましょう。天巻神爆。全体攻撃足す継続ダメージ。無軽減なら即死級で、軽減が甘いと継続ダメージで死にます。全体攻撃には、エーテルシールドが毎回使えます。女王の直霊。フィールドの模様が変わって、形も四角になり、外周に、クイーンズガードの4体が出現します。北斗コッサイザン。3つの点から線が伸びて、交わった場所を中心に円形範囲が来ます。そこに、外周のクイーンズガードから十字攻撃が来る複合ギミックです。それでは、流れをアニメーションで確認しましょう。まず、北斗コッサイザンは、図のように交わったところから円形範囲が来ます。そして、アンチ側へ避難し、北斗コッサイザンを避けている時に、攻撃命令の1回目が来ます。1回目は、ナイトとウォリアーの2体が、外周から中へ、表示されたまっすぐ進んで十字攻撃をしてきます。一つの考え方として、北斗のアンチ側のこの6つのマスに注目します。この配置だと、駒が進むマスは3つまでということを利用して、アンチ側の駒、この場合、ウォリアーを特に注目し、縦のアンチを絞ります。そして、横のアンチは、6マスの中から、横に、ナイトもウォリアーのいないところを考えます。アニメーションはないですが、北斗のアンチが、南は北であっても、先ほど挙げた6マスで考えるのは同じになります。攻撃命令1回目のアンチにたどり着いたら、次は、2回目のガンナーとソルジャーの進む位置を考えます。北斗アンチが、東西の場合、6マスの位置で、アンチ側に進んでくる、駒に注目します。必ず、端の2列目から、スタートします。そして、1から3進むことを利用し、向かってくる駒が2つ進む場合は、外周寄りの列がアンチ、1、または3の場合は、2列目がアンチになりますので、落ち着いてよく見ましょう。これは、あくまで、駒1体しか見ていないので、東列に避けていますが、駒2体を見れば、西側のボス付近に避けることもでき、ボスを殴ることができます。では戻ります。北斗の弾が出現し、この時点で、A か D がアンチと予測し、線が伸びたら、D がアンチとわかります。D 側に向かいつつ、今度はウォリアーを確認し、2マス進むので、D の列がアンチと分かり、さらに、横からのナイトを確認し、そのままの位置でアンチだと分かります。次に、南北の駒を確認し、向かってくるのは南のガンナーで、1マス進むので、そのままでもいいし、2列目もアンチだと分かります。ヘイト1位へ、強攻撃、フェイン、死の宣告、火ダメ上昇デバフを2連続でしてきますので、2回スイッチが必要です。2人目タンクは、詠唱始まったら挑発スイッチし、3人目は、2回目の着弾のエフェクトを見てから挑発し、スイッチします。ヒーラーは、タンクについた死の宣告をエスナで直しましょう。2回スイッチの場合は、別枠に記載しておきます。女王の大直霊。まず、アニメーションなどを使用し説明します。詠唱完了後、移動数を指定されたデバフが2個付与され、南は北に、最終的なゴールマスが指定されます。デバフは、2から4の移動で、速い方が23秒、遅い方が38秒の2つになります。パターン的にはこの6つになり、2つの合計分移動し、ゴールを目指します。2と4のパターンで説明すると、このように、2つのデバフの合計分移動します。さらに、1回目の移動前に、東西、2回目の移動前に、南北の駒の十字攻撃が複合してくる、ギミックになります。いろいろなやり方があるとは思いますが、レジスタンスでやられていた方法をご紹介します。まず、
ゴール側のこのマスの中で、ゴールから考える方法になり、縦の直線範囲、遅いデバフに注目します。東西の列どちらかがアンチになるので、そこにゴールから数えて、遅いデバフがこのように並びます。次に、横の直線攻撃のアンチが、1段目、2段目どちらかになるので、そこへ早いデバフ分移動します。つまり、そこがスタート地点になります。慣れてきたら、間を省いてください。3と4を例に、同時のアニメーションを見てみましょう。縦のアンチが、西、横が2段目、まず遅いデバフ4の開始位置に行って、早いデバフ分横アンチに移動し、そこをスタート地点とします。そこから、早いデバフ分、遅いデバフ4の開始地点に行って、最後に4つ進んで、ゴールへ行きます。おまけとして、全パターン同時に表示させたものです。ごちゃごちゃしてわかりづらいですけど、全6パターンは、このような動きをしています。しかし、これは、個人ギミックですので、自分が、やりやすい方法を取ることをお勧めします。では、女王の大直令の実際の動きです。移動デバフが2個付与され、外周にクイーンズガードが出現します。私は2と3で、ゴールは南です。縦のアンチは、東、ゴールに向かって左になり、遅いデバフが3なので、左の2段目にまず行きます。横のアンチは、1段目ですので、1段目に向かって、2マス動き、そこをスタートとします。横の直線攻撃が東西から来るくらいで、早いデバフが変化するので、2マス移動します。次に、南北の直線攻撃が来るとき、スタン状態になります。スタンが解けたら、遅いデバフ数ゴールに移動します。ゴッドセーブザクイーン。全体攻撃と継続ダメージで、とても痛いです。同時にエーテルゲージが出現し、初回のみ 95% から始まり、充填率が 100% になると、次のギミックが来ます。ゲージが 100% になると、ボスが金色に光り、剣を回し始め、ボスに4つバフが付与されます。さらにランダムな位置に雷球が出現します。ボスに付与されたバフは、ディスペルで解除することが可能です。雷球は、一定時間ごとに円形範囲を発生させるので、リフレクで反射して破壊しますが、複数人で反射しないと壊れません。出現位置はパターンがありますが、毎回同じではないので、範囲に巻き込まれないように注意しましょう。ちなみに、真ん中にも出現しますので、特に注意してください。雷球は壊れると、その位置にドームが出現します。この中に入って、次のボスの強攻撃をやり過ごします。連携命令、1回目。北斗コス採山と重力と解析の複合ギミックです。オリアーが質量転換を詠唱、自分に線がついたかどうかを確認します。質量転換がついたら、風の範囲、無視なら、紫の範囲の北斗アンチ側に行きましょう。また、ガンナーの解析もこの時に付与されるので、ガンナー、次に外周のタレットに C1 の開いている方を向けます。南明滑殺だ。ヘイト1位へ、強攻撃、ペイン、死の宣告、火ダメ上昇デバフを2連続です。連携命令2回目。剣を当たっての型の武装突撃、不動無妙剣の後幻影術、不動無妙剣です。ナイトが、剣を当たっての型を詠唱します。その後武装突撃で、ノックバックは、直線範囲と円範囲をしてきます。同時に、ボスが外周へ移動、光っている側のフィールド半分に範囲攻撃を放ってきますので、アンチ側で、剣を当たっての処理をしましょう。その後、4体出現していたソルジャーの結ばれた2体幻影のみ実体化し、範囲が発生します。この時も、ボスは、
フィールド半分に範囲攻撃を放ってくるので、両方の攻撃に当たらない場所へ移動しましょう。天巻神爆。全体攻撃と継続ダメージです。女王の大直令。1回目と全く同じです。私のデバフは4と2で、ゴールは来た。縦のアンチは、ゴールに向かって左なので、まず、左側の1段目に行きます。横のアンチは1段目なので、そこから1段目に早いデバフ数の4つ移動し、そこをスタート地点とします。横の直線攻撃が終わったら、先ほどの遅いデバフスタート位置に4つ移動し戻ります。縦の直線攻撃とスタンが終わったら、ゴールへ遅いデバフ数の2つ移動します。南明喝殺だ。ヘイト1位へ、強攻撃、ペイン。死の宣告、火ダメ上昇デバフを2連続です。連携命令3回目。ナイトの剣、円形範囲、オア、縦の肩、ドーナツ範囲と、3方向90度範囲の後、ガンナーのタレット4体へ反射直線攻撃が来ます。ナイトが、剣を縦の肩を詠唱後、ランダムで、プレイヤーの足元に出現しますので、集合し出現位置を誘導します。出現した位置から、剣、円形範囲、オア、縦の肩、ドーナツ範囲と、3方向の詰め範囲を放ちます。その後、フィールド4箇所に出現したタレットの2体に、ガンナーが長弾を放っているので、これを避けます。エーテルゲージの充填率が 100% になり、再び雷玉処理になります。今回は、中央に弾がありますので、リフレクタント以外は離れましょう。天巻神爆。全体攻撃と継続ダメージです。連携命令4回目。爆弾、成功爆裂弾、熱気を荒れ液が来ます。オリアーが爆弾投擲し、質量転換を詠唱。爆弾と自分に線がついたかどうかを確認します。同時にボスが成功爆裂弾を詠唱。フィールドに直線予兆が出現し、一定時間後に直線からノックバックされます。ノックバックでアンチとなる爆弾へ行けるよう位置を調節します。さらに熱気術は冷気術が来ますので、熱気なら止まる、冷気なら動き続けましょう。この時に浮遊術が発動します。今回はなしなしでしたので、大きい爆弾の位置ですね。連携命令4回目。連携命令の詠唱後、4体から2体ずつ全体攻撃ラッシュが来ます。途中ボスの天巻神爆が加わるタイミングが非常に痛いため、しっかりと軽減しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけると、モチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。